舗装されてない道でね、土の道を、ここをね、いやでもね、こんなね、とこないよ。このおばちゃん昔からする。どうかため池。今もうないですか。今落ちた。こんな家なかったもん。これもう、すごいな、この家も。ここも道なかったんちゃうかな。これね、そう、こんな感じ。ぐーっと、これ、絶対これ、昔池やったわ。くるっとこうね。で、この辺をね、入っていこうとすると、これ、あの辺、池やと思うで、入っていこうとすると、止められるんよ。こっから先行ったらあかん、言うてね。いや、この人知ってはれへんかな。この辺、昔池なかったですか？あったね。ここ全部埋め立てて。あ、ここが埋め立てになった池。いや、池っていうのが、あの、もうちょっとした池は、その、もう一つ向こう側に、うんうん、もう今、家が建てるんですよ、うんうん。ここ抜けられて、はいはいはい、右側に、農水用のかな。はい。あの、なんていうかな。はいはい。農水用のね。うん、そうそう。だけど、これ、ちょっと埋め立てになったとこですよね。埋め立てっていうか、その山を崩した後に。山崩した後に。ここはちょっと畑だったんですけど、それ以外はちょっと木がちょっとポッポッと植えた。植えたって。で、その木が植えたって、そのちょっと、あの、池みたいな、なかったですか？あ、そう、あったんです。あったね。あっちか。あっちの方ですね。ちょっと。もうちょっと下。家いっぱいちゃったって分かんないよね。うん、ため、そう。この辺山やったんでしょ？山ですね。あ、で、向こうにちょっと、うん、今、キャンプがありますよ、ね。はいはいはい。あの辺もちょっと、なんかちょっとした。っていうのか、なんかそんなのあったみたいにも聞いてますけど。ああ、やっぱりそうや。じゃあ、この辺がちょっと山で、で、ちょっと向こうが、全部山やったよね。うん、ほんで、向こうがちょっと池みたいなのがあって、埋め立てになったんやね。うん、そうだね。ほんで家が建った。それ、もう40年とか、50年とか、そんな前でしょ。そうですね。あ、うちもよくご存知の、そこ、引き切れた方が、この辺の地の方なんで。ああ、そうですか。うん、でも間違いないわ。僕ね、うん、40、50年前、この辺おったんですよ。あ、そうですか。ほんで、ここにね、ちょっと小高い山があって。そうですね、小高い、こういう感じ。そうそうそう、こういうね、感じの山があって。で、その下にちょっと池みたいなのがあってね。うん、私が勘違いでなかったら、もう、ここ左に出られて。こっち？うん、そこ左に出られて、うん、右の角っていうか、農水用の。はいはいはい。池か、置いてありました、ね。ああ。で、何年か前にそこ埋めたっていうのに。ひょっとしたらね、知りはれへんかな。僕ね、何をしてるか言うとね、その40、50年前に、この丘の下にね、ちょっと池みたいなのあって、うん、そのほとりに一軒家あったでしょ。多分それが、その時じゃないかも。それじゃなくて、家族、全部、その家、お亡くなりになった家、あったでしょ、生きて。なんか、ほんとこの、もう一つなんか、ちょっとそういうの、うん、そういう中で。一軒だけポツンとね。あったのはあったのかもわかんないですけど、本当に詳しいの、さんが詳しいの。そこに、あの人。そこの、行きましょうか。うんうんうん、ごめんなさいね。うん、私もここに来て、50年余りです。ああ、ほんなもうその頃ですわ。あったんですよ。ここ。いやいや、押してくれはんの？いいの？聞いてくれはる？うわ。直接聞かれてもいい？うん、いや、聞いてくれた。ありがたいよ、そんな。おはようございます。ちょっとね、この近辺の40年代ぐらいに池があったとことか、一軒家があったいうことはちょっとご気になってるんだけど、私ちょっと詳しくはもちろんわかんないんで、40年前にこの辺にお住まいになっておられて、で、なんか一軒家がポツンとその山、ちょっと行くわ。はいはい、ごめんね。聞いてください。ありがとう、すんません。うん、この方昔から、おうち地の、この、なんていうかな、戦後の、こうなんて聞いたことがあるのに、この辺を持ってはる方だって。ああ、ほんなもう絶対知ってはるよね。はい。マジご存じだと思う。お聞きしてください。はい、ありがとうございます。いや、いいて。ちょっといて。僕知らん人、怖がられたらあれ。いやいや、一応、顔だけ見てたら
お名前なんておっしゃるんですか。あ、僕はね、あの、JJ と言います。あ、JJ さん。はい、はい。JJ、ちょっと変な名前ですけど。ごめんね、朝早く。すみません。申し訳ないです。ちょっとあの、この辺のことちょっと詳しく知ってます。昔ね、その、この辺ちょっと山あったじゃないですか。綺麗なね。うん。この山があった当時僕住んでたんですよ。ちょっと向こうの、あの、住んでたんですけどね。で、その、この山があった下に池なかったんですか。うん、あった、ありました、ありました。池ありましたよね。で、その池のほとりに、一軒、ポツンと家なかったんですか。そうやね、あ、そうですか、うんうん、池のほとりに一軒、うんうん、あそこってあのなんかあの僕らが一軒だけですか本当に。うん、あの当時、うん、一軒でしょ。あの池のほとりに家があったの、うん、あの家ってもう取り壊しはった。もう何もないです。もう何もないです。あ、ちなみにあそこ僕らね、あの小さい時ね、小学校4年生、僕が小学校4年生やからもう4、50年前になるんですけどね、あそこの家でちょっとした、まあ、あの探検みたいなんで7、8人で行ったんですよ。あそこ一軒、ちょっと待って、一軒、他にもちょっとあったかもしらんけど、住んでたのは一軒やけど。ああ、そうですか。で、誰もいなかったんですよ、そこの家ね。で、そこの家に行って7、8人で、小さい子たちで、まあほんま8歳とか10歳とか、10歳の子行ってね、お化け屋敷みたいなのあるいうことで、僕らその家行って、ほんで、あの家がね、もうね、釘で打ち付けたったんですよ、入られへん。ああ、ほんと、ほんと、あったんはあったんよね。ほんでそこの家の中入って、ほんでそこでその一人男の子ね、あのサトシ君っていう男の子やねんけども、その子を置き去りにして僕ら逃げたんですよ。で、そのまんま行方不明になった子がおるんですよ。それでね、それをどうやったかなって昔の話やから、一回僕も地元、一回年末やからね、僕ずっと外国おったんですよ。で、こっち戻ってきた時にね、一回そのもう一回それちょっと気になるからね、いうことで見に来たんですよ。50年、4、50年前やね。うん。ただ、その場所がどこやったかいうのと、その家がね、うん、もう今どないなってんのかな、言って見に来たら。もう何にもない。もう何にもない。さら地になって、ほんで家がばーっとこんなふうな家がいっぱい建って。うん。ほんで、その時にはその家に住んではった人というのは、僕の聞いた話では、その前の家で入水自殺したって聞いたんですよ。池にはまって泳いでて死んだんですか。そう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 。入水自殺違うんですか。なんか小さいお子さんいてはったでしょ。小さいってもうその死んだ人はもう成人ですよ。死んだ人は成人か。18ぐらいだったかな。お子さんいなかった、あの小さい幼稚園に通ってる。いてた。その動画で言うたのか知らんけど、私が子供の頃言うたのか知らんか分からん。ああ、本当。いやー、いい話、よかったですよ。僕ね、もうそれがずっと気になっててね。え、サトシ言うの？サトシ君っていう子なんですけどね。そんなの聞いたことないな。僕も名字はわかんないんですよ。そのね。さんっていう人が昔住んではったとこは空き家になってた。今大阪にいて申し訳ないけど、そこももう、その住んでた人はもう死んではるわ。もう私らずっと年配やけど。そのあれ、あのその一個の家で、あの泳い前の池で泳いでて亡くなりはったの。自殺じゃないんだ。で、もう一つね、もう一つごめんなさいね、あの答えたくなかったら答えなくていいですけど、近所やったらね、僕ら印象残ってるのは、その庭にね、藁人形いっぱい打ち付けてあったんですよ。え、それ知らない。あと木馬とかもいっぱい置いてあった。そんなん知らん。そこまで一緒の家やもんな、それは分からへんわ。それ調べよう。僕がその子置き去りにしてね、うん、でその子がおらんようになって警察来たんですよ、うん、でもずっとおらんまま、おらんまま、
ほんで、おらんままなんか、聞いたこともない。ほんで、僕がね、28の時に、その、もう僕が10歳の時やから、18年経って、家に電話かかってきたんですよ。お葬式やから来てくれ、って。したけど、そのことは僕は、小学校、そこの、小さい公園じゃなくて、大きい公園あるじゃないですか。あの、大きい公園で、要、野球やってるだけの子やって、この辺に住んでた子なんですよ、だから知らないんですよ。僕も10歳ぐらい。その子は小学校2年生やからね。ほんでもう、こっちへ帰ってるうちに一回ね、取材しとかなあかんなと思って。うん。ほんと。いや、忙しい年末に。ねえ、ちょっと恐ろしい話やけどね。いや結構ね、うちらの子供もそうやけど、北山っていうのは結構子供らが冒険や言って、やっぱし、山の中入って、向かに、今再生場みたいに再生利用してる、一号線に面してる、あっちのままによく、池や何やろは言いながら探検やって言って入ってたのは分かってるんですけど、こっちかどうかちょっと分かんないんだけど、もう今綺麗な道ができてる、あの中を通って向こうの外の1号線に近い採石場の方までは子供らがよく、はい、おっしゃってる40年前とかにありました、あったよね、もうちょっと40年50年にはうちの子供らも探検や言って何人かで行ってたの実際の、こっちがこっちの方のそういうお家のとこまで私らも入ってないんでわかんない。僕らもね、そのそこへこれ確かその池のほとり細い道で行けるようになってたと思う。そうです、それを通れるのはもうちょっと向こう側の道、向こう側の道ね、もう今ないもんね、そんな道がね、綺麗なお家になってる、綺麗な家になってるよね、だから分からへんねやろね。ほんでね、そこの家に行こう思ったら止められてたんよ。こっから先行ったらあかん、言うて。そんなのもあったかわかんないけど、それは子供に聞いてないからわかんないけど。ほんまやで。探検やって何人かで、ね、一昔でも大昔やがね、そんな10年、20年前の話やったらあれやけどね。まあ要はこれはな、そこの道行こう思ったら、それを左まっすぐ行ったらいいんかな、その。池っていうか、農地みたいな池はここでと、その家族はね、ちょっとだけね、最近まで残ってた池に。この斜め、斜めぐらい、突き当たりぐらい。突き当たりの手前に今池、曲がる家族に、そこが池だったんです。あ、本当、そこを見に行きますわ、ほんま。農地だったんですけどね。本当。いや、本当ありがとうございました。はいはい、すいません、どうも、お気に。じゃあ行こうか。これこっち行こうよ、こっちまっすぐ行ったらいい。いや、えらい話聞いてしもたわ、もうほぼほぼ真相やんか、なあ、だからやっぱりこの辺でもおてんねんけど、埋め立てになって、やっぱこの辺山やったんよ、はい、ね、今言うた通り、だからバッチリ合うや俺の話とな、いや今の話入ってるかな、あのおばちゃんたちの声、まあ、入ってなかったらテロップ入れようかな、で、これ突き当たりの右側が、その、変や、いうことやわ。だからやっぱり、あれやね、もう本当に変わってる、この辺がね、林やったんやけど、で、その下にやっぱ池があって埋め立てなってて、僕ら一家心中って聞いてたけど、違うんやね。入水寺さんってやって。こっち、この辺やね、角、右曲がったとこ行ったから。溺れた言ったか、自殺じゃなくて。あ、そうかそうか。俺今ちょっと嫌なこと思ってしまってんけど、今のも話してた人おるやん。あの人がひょっとしたら子供ちゃう？俺が見た。なんかそんな気がしてさ、途中で。眠気的に甘い。そうかな。あの人そうでもないで。老けて見える人おんで。この辺やわ。間違いないわ、もう。ということですわ。ずーっとですね、この辺りが、小山になってて埋め立てになったとこですわ。だからこのね、この向こう辺り、この辺ずーっと埋め立てやから、向こう辺りに池があって、この向こうぐらいにもうその僕の言うてるお化け屋敷があったということですね。
まあ、この辺でさ、もう全然様変わりしてます。この辺全部、こっちがもうこれ全部ね、小山やったからね、先の人の話の通りですわ。で、こっちに池があって、向こうの辺に、あれじゃない、あの家があったと思います。わかりません、もうこんだけ家が建ったら。以上です。まあ、すごいこと分かってしまいましたということです。Thank you.